はい、志郎です。今回ですね、コンビニを燃料電池で省エネに AI 搭載の融雪システムを導入というニュースですね。北海道電力とコンビニ事業を手掛けるセコマ、これね、セイコーマートの本社らしいですね。北海道大学内に燃料電池システムを導入する新店舗をオープン。燃料電池システムに加え、AI 搭載の融雪システムを導入して、店舗全体の省エネを図ると。 いうことでまあ、北海道はね、やっぱりすごく雪深いところですから、この融雪システムとの、ね、融合というのもすごく大事なところでしょうね。北海道ガスとコンビニエンスチェーンのセイコーマートを展開するセコマ、えー、札幌市は、北海道大学にオープンするセイコーマート北海道大学展、札幌市北区で燃料電池を活用した省エネシステムの試験運用を行うと。 2018年7月24日にオープン予定の同店舗で、業務用では初北海道初という固体酸化,物、えー、酸化物系燃料電池 SOFC 京セ,セラ製と、えー、現在北海道大学と共に共同研究を行っている深層学習を活用した AI、人工知能搭載の融雪システムを導入するということですね。固、まあ、体ま 酸化物系燃料電池というのは、まあ、これはエネファームなんかと同じあの都市ガスを利用したものですね。まあ、都市ガスから排出という方法を取ってですね、えー、水素を取ってそこで燃料電池を使ってあの使うということなんですよね。 結局は水素をそのまま入れてしまえば、排出という作用がなくなるので、本当はそっちの方がいいんですけど、まだそちらのシステムはちょっと値段が高いというところですね。SOFC は熱負荷の低いコンビニに適した発電中心の高ジェネレーションシステム CGS を採用。定格発電出力は 3kW で、発電効率 52%LHV を誇ると。 24時間連続運転し、停電時にも専用回路から電力供給が可能となり、レジや照明に活用できる、低騒音なども特徴という、発電時の排熱は店舗内で熱く温かいメニューへの給湯に利用するということで、まあ、結構いろんなものにも使えるということですね、この排熱はホットシフで系統に利用し、エネルギーを無駄なく活用と。 で、高効率発電中心の CGS。総合効率90%ということですね。えー、業務用 CGS では最高クラスということらしいです。24時間運転、停電時にも専用回路から電力供給、レジや照明にも活用と。まあ、24時間運転っていうのも結構大きいなとこですね。コンビニ24時間ですからね。はい。で、AI 搭載の融雪システムは、温度という降雪センター、センサーにより、 えー、降雪状況を判断していた従来型システムに対して雪の状態を深層学習による画像認識システム認識精度98%で路面の積雪状況そのものから判断しボイラーを自動制御する。これにより融雪ボイラー運転の最適化を図ることで一時エネルギー量と CO2 をそれぞれ40約40%削減できるという,ということで、まあ、AI ユニットがあってそこからですね いろいろなこの降雪状況なんかもね、こう見てですね、融雪ボイラーが動いて、移動燃焼制御をさせると。で、オンオフをさせるということですね。で、天然ガスを使って加熱をするとで。従来型システム、温度と降雪センサーによる降雪状況で判断に対して、画像認識システムで路面の積雪状況そのものから判断と。深層が ディープラーニングによる画像認識、融雪ボイラー運転の最適化を実現ということですね。えー、認識性の98%以上。要するに、まあ、降雪センサーと温度だけではですね、この降雪状況っていうものに対して、正確な判断ができてなかったのかなというところらしいですね。で、北海道ガスでは今後、機器の運転データの収集分析を行い、セコマ、北海道大学と連携し、 積雪寒冷地の省エネシステムの研究開発に取り組む方針だということですね。で、このね、融雪ボイラーっていうのはですね、まあ、あの、積雪の多い地域じゃないとなかなか馴染みのないものなんですけども、あの、まあ、これ、手動でやるやつも結構あるんですけどもね、例えば、あの、地面にですね、穴を開けて、あの、水を通すっていうか、 あのこのボイラーを炊いてですね、どん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 その、その穴の周りにですね、あのお湯を通して、その融雪を行って、下の方に水として、多分排泄するという状況のものがあるんですね。それのボイラー用なのかなっていう気もしたんですけども、まあ、とにかく北海道なんかでですね、どん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 やっぱり雪が降りますから。 あの除雪っていうのがですね、非常に重要な仕事でもあるんですけれども、まあ、こういったものもですね、まあ、コンビニさんなんかではあの、駐車場なんかもあったりしますしね、あの融雪ボイラーなんかもです、ね、しっかりとしたものがあると、そこに雪をためることもできるかもしれないですけどね、でも札幌なんかの除雪なんかを見ているとですね、えー、トラックと あとは、そのショベルカーとかですね、あるいは、その除雪車ですね、えー、ユンボなんかでですね、あの、ものすごく、こう、うずくですね、えー、道路脇に雪を溜めていたりするんですけども、それを除雪車によってですね、バーっとほっ、あの、トラックにですね、あの、雪を飛ばして、そのまま乗せちゃうんですね。で、それを、 どん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 あのトラックをです、ね、港に捨てていってるっていうのをあの YouTube なんかの、ね、画像なんかで見たことあるんですけどもそれ以外にもですねこの融雪システムっていうものを使うと、まあ、その地面に穴を開けて周りの,その穴からです、ねえー、お湯を出してです、ね、その中にどん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 有機をしてていくっていうやり方もあるんですよねこういうのを自動でやっていくとすごくやりやすいよってこともあるんでしょうねうーん やっぱりね、こういったものを効率よくうまく使っていきたいというところがあるんですが、まあ、今後はですね、この SOFC というものに対して天然ガスじゃなくて、そのまま水素を使って動かすようになってくると非常にいいんじゃないかなと思います。あと、この排熱ですね、これもあのこっちの方に使えるとすごくいいんじゃないかなと思います。融雪ボイラーみたいなね、こっちの熱に、えー、加えるということもできればすごくいいなと思います。 燃料電池の、ねえー、熱っていうのはそんなに強いものじゃないんですけども、でも融雪を補助できるぐらいのパワーは十分あるんじゃないかなと思います。ボイラーを燃やすってことはやっぱり天然ガスが必要になってきますので、まあ、化石燃料を、ね、使うっていう部分ではあんまりよくないかなとは思うんですけども、とりあえずはこれであの効率をアップさせていくっていうところが必要になってくると思うんですよね。で北海道はですね、まああのー、今でもですね、水素、 の一大生産地を目指してメガソーラーですとか、あるいは水力発電ですとか、あるいはそうですね、バイオマスなんかが、ね、結構盛んになってきてます。バイオマスは糞尿にあるものですとか、あとアンモニアのものとか、いろんなのがこうできてきてるんですけど、必ずですね、この多分エネルギー自体はあの電力として、ね、使い切れなくなってくるので、水素をどん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 生産するようになってくると思います。でこういったものを水素で動かすように直接なってくると、 あの天然ガスはいらなくなってくるのですごくね燃料費が下がってくるかなというふうな気もしますしこれね北海道だけじゃなくて東北地方とかですね秋田山形とかですね日本海側の豪雪地帯新潟なんかもそうですけどもそういったところでどん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 使えるようになってくると非常に面白い展開が出てくるかなという気もしますやっぱりその燃料費ってですねあのまあ私も住んでないんで何とも言えないんですけども 豪雪地帯とか東北地方、北海道なんかでは、ですね、ものすごいやっぱりかかるわけですね。あの外では、ですね、ものすごい雪が降って寒い状況の中でも、家の中では、ですね、ボンボンにこう暖房を炊いて、ですね、えー、暖かくしている、もう半袖でもいいぐらいまで暖かくしているなんていうところもあるぐらいなんですけどもね。でも、それぐらい、やっぱ外と中のあれが温度差がある。 暖暖房房使なないといけない、いいとけっているっていう状況があるわけです、ね、まあそれぐらい使ってないと危ないっていうところもあるんですけどね寝てるときなんかはねあの投資しちゃうかもしれませんから非常に怖いんですけどもそういった暖房費なんかをねこういった、えー、とりあえず SOFC で避けていくっていうことが必要になってくるんですけども燃料電池によってですね電気を常に動かせるようになってくると逆に言うとですね水素でどん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 動かせれば 非常に燃料費を下げることができると。で、北海道で作る電力で、えー、メガソーラーを動かしてっていうふうになってくると、多分ですね、あのー、絶対使い切れない電力が出てくると思うんですね。100%以上の電力が出てくると思うので、夏の間に、さんさんと降る、降り注ぐね、太陽光で、どん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 水素を使って、それを貯蔵して、冬はこういったものに使うとか、季節物でですね、いろいろ変えてくるってことも全然可能になってくるでしょうね。 でまだね、なかなか難しいとは思うんですけど、この冬の間に降った雪の部分をですね、えー、冷たさを使って夏に、その働きをね、えー、使ってクーラーを動かすとかあの、冷気を使うっていうこともね、可能じゃないかなとは思うんですけどね、ただちょっとそういうものに関して、時間とお金と手間がかかるのかなっていう部分はあるんですが、 そういう可能性もね、えー、作ってほしいなというふうな気がしますね。特に今みたいにね、今これ取ってるのが2018年の8 7月終わりの頃なんですけども、ものすごい暑さでですね、あの日本全国困ってるわけですね。で、そういったところに、あのー、こういった雪の冷気をですね、うまく使えないかなとは思うんですけど、なかなか難しいでしょうかね。まあ、そこら辺はね、あのー、コストとか、 技術開発ですとかそこら辺がうまくできてくるとどうかなっていう感じなんですけどもねはい、はい、えーとですね、えー、まあこういった部分がどん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 進んでくると日本全国っていうのはですね四季があってあのあったかいところと寒いところの差っていうのはかなり激しいですしこの豪雪地帯とあの雪の降らない地域の差っていうのも結構違いますからね あるいは海側と山側での暮らしっていうのもですねかなり違いがあの季節というかですね、えー、と風の吹き方とかあと湿度とかそういったものもね結構違うんですよね。そういったところの研究がいろいろ進んでくるもっとね進んでくるとこういった機器 AI を使った機器っていうものの進み具合技術革新がね進んでくるともっと面白いかなというふうには思います。 はい、えー、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。